ラファエルにルームサービス10万円おごらせるまで帰れません。僕いいっすか、はい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 、とりあえずまあ最初この国産和牛のサーロイングリル、うん、うわうわいきなり、お結構いいねじゃん、ちょっといいっすか行っちゃっても深川さん、いや僕は全然いただくわ、全然いいっすよ、はいはい、ちょっと申し訳ないです、ね、すげーな、深川さんの顔がお腹空いちゃったよ、もう似たーってしてる深川さん、はい、これ 200g ですよ、もう普段も食ってるでしょ別に、はい、200で200 結構あ、でも俺もいいですか、あ、いい、全然全然、そう、はい、いつもお世話になってる、逆に毎回毎回僕もちょっとお肉いただきたいですね、同じのいいですか、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、はい、じゃあ同じの2つで、はい、人の前だってガンガン行ってまうわ、これマイスはマイスはマイスこれやわマイスでもゴレラそれでいいっす、ゴレラ同じ同じ、はい、ニックやっぱ食いたいですね、ちょっとゴレラも同じはゴレラの薬と同じだあ、もしもし、はい、すいません、国産牛サーロインのグリル、これ 200g を3つとミディアムレアで、あとはサーモンのグリルステーキ、あと僕照り焼きチキン丼セット、うわうまそう、照り焼きチキン丼セット、なんかうどんとかありますか、あれ関西うどん、関西風うどん US テンダーロインのグリル、これ 200g いきますね、うわ結構ですね、はい、あと飲み物なんですけど、ウーロン茶4つ、ラスなんか飲みます、赤ワインとか、え、そんなにいいんですか、まあ、いいっすよ、バージョン、まあ、好きなの、あの赤ワインのソムリエ厳選のボトルで、はい、あ、ピノノワールがいいですね、すごいな、はい、申し訳ないですね、いや、いいっすよ、いいっすよ、まあまあ、そうですね、全然全然、まあ、いつもお世話になってるんで、はい、じゃあ届きました、めっちゃすごい、すごい、見て、見て、これうわ、いや、すごいな、この厚み、これすごいですね、ほんまに、やばない、いや結構食べましたね、やっぱりほんまに結構食いすぎました、マサオ、お前持ってとる、ちゃんと、うん、5万ぐらいしたね、あ、何5万ぐらいしたね、おろしてるじゃん、普通に、え、ちょっと待って、何ですか、会計思った以上行ったんで、おろしてもらおうかなと、あ、ちょっと手間しなかったんで、おろすぐらいやったら、マイさん言うて僕あるよな、ジャン君、いやいや、でもここは僕が出すんで、はい、大丈夫です、はい、他もさすがにラファさんに出してもらうのは申し訳ないんで、申し訳ないですね、今回本当に、いやいや、マイさん、そんなあるよな、あれな、ここはもう僕らが出した方が、もう僕らが出すって言ったんで、いや、いろいろやってもらったし、僕らも言うて食ってるからね、いや、すぐそこなんで、行きますよ、いやいやいや、ポシャットポシャットポシャット、金取って、マイさんあるから、マイさんあるから、俺らもうポシャットで払いますよ、いくらやったん、いや、さすがにそれ大丈夫です、ほんといいっすよ、そんなん、払うよ、いやいやいや、ポシャット頼むの、マイさん、全然全然、肉頼むね、肉、いやいやいや、なんで肉頼むの、あ、じゃあ肉頼みますね、いや、もう俺が払いたいから、普通にもうお金、もっと出していこう、いやいやいや、まだ食べないで言うてよ、それ、払うって、それさすがにも、いや、頼むんやけど、払うよ、おっかけは僕が払うんで、ずっと全部。あるんで、もういいっすよ、払いますから。じゃあいいっすよ。じゃあ、払っとってこれ。いやー、ごちそうさまです。ごちそうさまです。いや、すみません、払っとてこれ。払っとて、払っとて。いや、申し訳ないです、本当に。いやいや、本当に今日は逆に動画的にね、使えればいいですよ。普通に喋って、ちょっとね、ネタ話しただけやから。いや、またちょ、あれじゃん。え？今日俺、実家帰るな、彼女じゃん。よし、また確認する、ちょっとそれ。ん？スケジュール的に。また明日、撮影やでな、朝から。関西で。いや、ほんまあるわ。もう帰らな。申し訳ないです、僕もう帰るんですよ、止めますか、ええ止めますか、いや、もうちょっと、もう結構急ぎやん、え、いや、ほんまに急ぎ、タクシー、ワンちゃん間に合う、これ周辺、今何時、いやー、もう絶妙じゃない、絶妙やな、ヒカルさんだけ、僕だけです、はい、え、帰ります、なんか、どれだけです、ええヒカルさん、あんた、すいません、まだ連絡します、まだマジですか、え、あ、え、あ、え、けど、え、カメラどうする、え、マジで、お前帰ったよ、あ、でも明日本当に、いや、僕ミスったっすね、ちょっと予定表、え、どうすんのここ、飯代は一応払うって言ったけど、ホテル代とかどうすんの、お願いします、お願いしますって誰が泊まんの、マジで泊まんのここに、そのホテル代払うくらい、泊まろうかなと思ってます、俺どこと、そう、どおじゃん、じゃんアポテル予約してくれ、アポテル、あ、はい、うん、アパ、アパ、最初のとこ行こう、うん、でもじゃあ、じゃあもう帰りますよ、じゃあ金だけ渡しておくから、はい、これ足りるでしょ、こんだけやったらね、いや、全然足りますよ、いやいや疲れたな、ぁさん、いや、もう帰って、あ、帰った、オッケーオッケー、お金は払わした、ちゃんと、あ、お金ももらった、オッケーオッケー、どれどれあれもらったじゃん、現金で、これ最大5万で、ルームサービスは多分8万ぐらいやろ、13万ぐらいやろ、20万ぐらいやろ、お釣り出てくるな、オッケー、じゃあ俺この今日ホテル泊まるから、お前その近くのアポホテルでも泊まって適当に予約してくれたらオッケーやから、え、いや、お前さすがに2人泊まれへんの、もう一回あれや、いやいや、さすがに無理やで、その空気読めんと、お前普通ごめん、平社の寿司屋行けへんよ、いや、お留守ぐらいやったら、そんな何が悪いねん、何が面白いの、何
きましょう。何やってるの。それで我々出しとかないですから、もうダメだと思ったんですよ、本人が。笑ってもな、お前さ、お前笑いこらえて後ろ向きとったよ、お前。え、お前笑いこらえて後ろ向きとったやんだって、お前。でも僕らがご一緒するって来てもらってるんで、はい、いやでもまあなんか行ってきますよ、いろいろやってます、やってます、いや、じゃああるよな、やっまあ、いろいろ早すぎるなんで、なんでよ、じゃああるよな、おもろいでしょ、じゃああるいやいやいや、なんなんで言いがない、じゃああるよな、なんなんで、いやいやいや、じゃあいけるよな、いけるよな、あるよな、いけるよ、大丈夫だな、みたいな、そんなこと言わへん、そんな言わへんやな、狙いに行ったんや、普段絶対言わへんやん、じゃああるよな、言わへんやん、まだ悪かしが言ったんや、どうなんだろ、ジャン君、ジャン君言ったんや、俺らいけるな、じゃああるよな、だからちょっと気持ちよくなってるから、調子乗ってるってことですね、気持ちよくなってるから、狙いに行った、絶対笑えたんですよ、気持ちよくなってるから、調子乗ってるってことですよ、もう一回行こう、もう一回行こう、行きます。空気読めったお前、普通に。お前、平ちゃんの節が、行けよ。ごめん、ごめんっておもろいっすね。ごめん。ごめんってめっちゃおもろいっすね。ごめん、めっちゃ面白い。ごめん。帰れお前、ごめん。空気読めお前、ごめん。ごめん、やばかった。そんなんで帰るよ。ああ、もうさっき逆流してましたからね、鼻の中に、コーヒーを。格差との匂いすごいわ、鼻から。